ジャパネットの太鼓判カタログをちょっと一緒に見てみましょう。これ私ジャパネットね、カード会員になったのよ。なんかいいかなと思って。すぐカード作るから。でもすぐカード作るっていうのはさ、無職じゃない証だよ、じゃあ。2023年秋出発分ご用意しました。2023年って今年じゃないの？ 22 年だもんね。1年前からこんなの予約してんの？私は船は嫌だ。船ね、どこだっけな。北海道に、クルーズ船じゃなくて、北海道にフェリーで行ったことがあるんですけど、確か群馬か新潟あたりから函館に行く感じ。もう自分の車で北海道の馬を見に行きたかったっていう、そういう感じで行ったんですね。意外と私、馬好きなんで、馬。いや、もうなんか、馬とかさ、パチンコとかさ、そういう話をするともう、なんか、やからかと思われそうかもしれないんですけど、ほぼ男の中で生活してたんで、っていうか、どういう生活なんだよって、突っ込みどころ満載なんですけど、単純に、男子率の多い学校で、学校出身なので、友達は男が多くて、あと兄弟も男で、男系なんですよ、うちの家族は。なので、まあ、おのずと、趣味も男っていうか、全部ね、電車は全然趣味じゃないよ。好きじゃないよ。わかんないよ。ただ、なんかこう、奥深いなって思って、知らないことに対して、なんか、すごいなって思ってるだけで、別に電車とか好きじゃないよ。なんか電車の、なんか鉄オタと勘違いしてるバカがいるんだけど、全然そんなことない。うち、家族誰も電車好きじゃない。マジに。電車は好きじゃないんだけど、説明する必要ないから割愛するわ。めんどくさいから。私の YouTube とか、うちの子供の YouTube を最初から見てる人だったら、わかると思う。どうして電車の投稿してるのかとか、どうしてそういう風になっているのかっていうのをわかってると思うよ。だから、バカに説明する必要はないので、バカは過去遡ってザーッと、投稿してる。そうね、セブンちびのすけだと6000件ぐらい投稿してるんで、全部見とけ。な。で、私の動画は、毎回1時間超えのクソ長い動画が、セブンちびのすけほどではないにしても毎日なんで、まあこれ2年やってるんで、1000件ぐらいは、あ、じゃないの。1000時間。もう1文字1句。文字起こしするような感じでだな。全部聞け。2倍速じゃなくて、まあ、1.25倍ぐらいじゃないと、重要な部分ね、聞き逃すと困るからね。じゃもう、結構重要なことちょいちょい言ってるから。私ね、これ欲しいんだよ。これ、なんか、ダイソンの、特許技術が生み出す滑らかでムラのないパワフルな風。っていう、これね。これ欲しいな。でも今はちょっと、物欲があんまりないんで、ただ見てると、あとダイソーの吸引力が変わらないっていう、ダイソンは、これは持ってます。検証で当たったりとかもしてるんだけど、今、うずらがね、いるんで、うずらってね、結構砂浴びしたりとか、餌がね、ぬかみたいな、米ぬかみたいな、粉々したやつなのよ。ハリネズミはそこまで、
なんかダイソンのとかレイコップとかその辺が必要になったりとかしないんだけど、うずらはどうにもならん。毎回掃除しないとダメなので、あとうちの子供うずらアレルギーなんだよね。だから掃除しないとちょっときついんだよ。で、あと、だからこれは買ってるんですが、あとダイソンのいいところは吸引力確かにいいです。で、充電も結構長くなりました。で、軽くもなってる。で、ただ、その、パーツがね、使えないんだよ。過去の旧モデルのやつと、パーツが使えなくて、パーツが壊れた時に、そのパーツ一つを買うのにむちゃくちゃ正規品だと高いんですよ。だったらもう新しいの買っちゃうかぐらいな勢いになっちゃうのよ、これ。実際ジャパネットの長期保証とかに入って、その保証で、その、壊れた部分を直してもらおうと思っても、消耗品をぶっ壊しちゃった場合、例えばこれにゃーってなってるやつを踏んづけて、ベーって落ちまった時とか、あとこれが引っ絡まって、ここがね、壊れた場合とか、そういう破損とかには保険が使えなかったりとかするので、長期保証に関しては、家電の長期保証に関しては、その長期保証の、まあ、今そういうので家電業界ってさ、保険で稼いでるみたいなところあるじゃん。あれは、もうね、入らない方がいいと思う。だってさ、その5年ぐらい、その紙取っとけますか？購入証明とか。で、結局そういうの見せなきゃ使えないとかになってくるんで、もうね、家電はね、新しいの壊れたらまあ新しいの買うとかっていう、感じのスタンスの方がいいと思います。そして、ルンバは、名古屋の家に置いてます。勝手に掃除してくれるから。でもね、普段住んでる家のところは荷物がいっぱいあって、ルンバがね、活動するね、スペースがないんだよ。だから、持ってはいって、まあ、いいのか悪いのかっていうのは、まあ、どんどん進化してきて、なんかね、まあ、吸引力とか掃除の機能とかも、上がってはきてるんだけど、やっぱ障害物に弱かったりとか、四隅とか角とか、その辺がちょっと、なーっていう感じでございます。やっぱ自分で掃除するのが一番だよね。雑巾がけ、やると、やっぱり床の着地の足自体がいい感じになるんでね。まあね、ちょっと週一回ぐらい、家事代行の掃除の、ベアーズに来てもらうのが理想なんですけど、なかなかそんな贅沢も今してらんねえよって感じ。結構昔とかは要所要所でそういうの頼んでたりとかしたんだよ。春夏の服の入れ替えとか、そういうのも方たちに頼むと、まあ、お一人で来た場合は1時間でできるやつが、二人で来ると30分みたいなね、いろんな価格設定とかがあって、ちょっと忙しい時でも、もうなんかその時間をね、ぼーっとしない。ああいう掃除とか家事とかを、でお金を取る業者は、時間の動きがキビキビ。もうほんと30分とか1時間って言ったら、1時間動きっぱなしぐらいの1時間なんで、なんかこう、ちんたら、やるっていう感じがなくて、でスキルがちゃんと持ってる人がやっぱ家事とかもさ、主婦がやってる家事がお金になるかって言ったら、それがもうそのキビ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 キ1時間がもう濃縮された普通の人の3倍ぐらい動ける状態だったらお時給がもらえるっていう感じ。普通のなんか専業主婦がたらたら家事をやっている一日の時間にしていくらとかいうお時給ではないかなっていうのがありますね。で、私今回というか前回ジャパネットで、レンジを買いましたが、買ったのはどこだっけな、なんかね、こだわりポイントはものすごい安いですよね。何がいいって下取りしてくれるからいいんだよ。これ下取りっていうのが本当にネックで、家電リサイクル法っていうのがあって、
壊れた家電を下取りしてくれるっていうのがジャパネットがすごい気に入ってるところで、あとは現物がちょっと見れなかったり、ジャパネットモデルとかっていうジャパネットオリジナルのモデルだったりとかするんで、家電量販店でこれをって言ったら同じものがないんですよ。ただあの家電これの場合はターンテーブルが回るかとか、あとこの上の掃除するところがこう出っ張ってこうグーってなってるか、私はもうそのレンジの庫内清掃がきっちりできる出っ張りのないものをあの望んでたので、それのモードが出た時は買いましたね。であと今欲しいのはこれかな、プラズマクラスターの空気清浄清風送風のやつ、空気清浄機、あのうずらアレルギーなんで子供がちょっとこれとかあれかなと、あとこれプラスこれか匂いを取るやつか、まあ、どっちかなんだよ。でも生き物かって言ったら匂いはしょうがない、もう家族だと思わなきゃ。うずらは結構匂うんで結構大変です。本当好きだから飼えるとかそういうレベルじゃない。うん、あとは太鼓判超目玉。ああ、このエアコンに関しては、私はあるっていうか、あの、エアコンは基本的に、まあ、ダイキンのエアコンが、やっぱりあの、設備の中では一番評価されている事実がございます。それに、あとは、ダイキンが一番、その次が、まあ、あとは、その、メーカーの、あの、好き好き、機能とか、そういうのがございますので、うちは、ダイキンのエアコンを買いました。あと、なんか私ね、自分の、なんか、音楽の、あの、こう、まあ、先輩、師匠って、何でも師匠って言ってさ、その師匠が付け狙われるから、一切もう誰が師匠っていうのもなく、もう誰でも師匠っていうか、それともわざと言わないか、にしてるんですけども、基本的に自分よりもあのあすごいなと思ったらもう師匠ってもので言ってるだけだからさ、別に本当に呆れるわマジに。いろんなんかあのいろんなことを考えるとね、思い出したりとかするとたまらない感じ。このベイオース節水シャワーはシャワーヘッドがわかんない。でもうちは水回りむっちゃなんかの水圧高いんですよ。だからブワー来るんで、それがちょっとね、気に入ってます。だから、よそに行った時に、よそって言ってもさ、あの、まあ、あちょっと、スーパー銭湯みたいなところ、温泉施設とか行った時に、弱っち、ちんたらちんたらで途中で泊まるやつ、まあ、超絶イライラする。うち結構家の中のものすべて快適なんで、あの、もう全然外に出なくても、別に旅行しなくても、全然快適っていう感じ。で、あと、西川のポナノって、そこら辺のちょっとなぁ。今、うちは西川のエアを使ってます。あれね、シーツ高いのよ、シーツ。あの、エアっていうのはね、羽生結弦とか、あと、大谷翔平とかが使っている西川の、20万くらいするやつかな、こういうマットレス系のやつなんですけど、あれのねちょっと硬いやつを使ってるんだけど、あんま眠りが良くないので、あのちょ買い替えるかなみたいな。会員様はカタログで1万円値引き、これ買うかな、これ子供にもっとなんか完璧に寝てほしいかなって、布団買い替えようかなとか、なんかまあ布団とか、あとね、ジャパネットで布団買ったことある。あの、なんかテレビっていうか移動しながら、なんかナンバー2のさ、の方が出てきてさ、布団、羽毛布団みたいなやつ、あれは一応下一プッシュで、やってて、もう引き込まれて買ってしまった。あと、ケルフィア。これも、もうジャパネットモデルで、まあ、こんないい形になっちゃったんだ。もう進化し続けすぎだよ、マジに。ケルフィア買いました。
ハマりましたけど、すぐ飽きました。はい。で、これ、ジャパネットオリジナルモデルなんだよ。でも値段もね、安いじゃん。ケルフィアね、買っちゃったよ、マジで。買っちゃったよ。でも、そんな使ってないよ。あ、なんか、意外と怖い感じ。でも、子供とキャッキャ言いながら、窓の察しとかに、キャーとかやったんだけど、思ったよりも取れない。やっぱりね、あの、洗剤が大事なんじゃないかなと思う。あの、お掃除屋さんの洗剤が大事だと思う。ちょっと、うん、お掃除も、プロに窓掃除と、換気扇掃除と、風呂の、あの、掃除、うん、なんか、あんじゃん。4点セットみたいなやつ。あれ、やってもらわないとなと思いながら、まあいいか、まあいいか、みゃいいか、コロナだしって言って、そのまま放置してる感じ。うん、やらなきゃなーって。うん、でも、やらなくても生きていけるから、まあいいかっていう、うん。で、アラジンのトースターはおそらく検証で当たって、箱に入ってるのそのまんまある。うん。だって鍋もいっぱいある。で、タニタの体組計も多分検証で当たってる。で、このヒゲ剃りはもう別に私はいらん。この声なんでね、おじさんだと思ってる人いるかもしれないけど、私はおじさんじゃなくておばさんです。はい、ババアです。はい、間違えないでください。ねえ、ババアでも可愛い声のババアになりたかったわ。でもさ、あの、まあ、ジジイだと思っても、ほら、ジジイでも人気 YouTuber もいるわけだから、もうこの声に慣れてください。喋るのは得意なので、あ、こういう、こういう、こういうやつ。買ったよ、布団。でもさ、自分が使ってた布団って捨てられないから、単純に布団が増えただけで、自分の寝室のところの布団がゴロッゴロ。捨てらんないでしょ。これを、だって今までさ、毎日を、抱きついてさ、こうね、使ってたやつをさ、あんたもう買い替えるから首って言って捨てらんないじゃん。やっじゃん、なんか。あいつがさ、ゴミ捨てんとこに置いてさ、なんかほら、こういう布団とかってさ、なんか多分粗大ゴミ扱いになるから、なんかその、紙を貼って外に出してたら、やったあいつの布団とか言って、持っていくかもしんないじゃん、気持ち悪いとかいろいろ考えちゃうのよ。あいつの布団もギッと臭かったとか言われたらどうしようって。あ、ちなみに私に取り付いてる気持ち悪いやつは、私のことが好きで取り付いてるんじゃなくて、嫌いだから嫌がらせがしたい目的で取り付いてるんで、ほんと立ち悪いのよ、気持ち悪い。でも、なんだろう。私、意外と、若い頃からいろんな変なやつに取り憑かれてるんで、なんかまあ、慣れてるっちゃ慣れてるけど、ほんとすごいな、お前っていう感じ。いや、マジもし、あなたの性格はもうね、あなたの性格、一生治らないから、多分死ぬまで無理だろうと。でもこんなことばっかりやってさ、死んだら虚しいんじゃねえのって思うんだよね。本当に。呆れちゃうよ、もうマジに。ダイソンの掃除機の、こうぐるぐるついてるやつは、この、これついてるやつは、やっぱなんだろう。充電しなくていいからいいのかもしれないけど、やっぱ充電ない方がいいね。うん。あ、ケルフィア、私持ってるの、これ。これこれ、こういうデザインのやつ。そんなに落ちなかった。今のはこれでしょ？これ、こっちの方がかっこよくない？これだよ。この、なんかね、高圧洗浄なんで、これのキャップをクーってやるんだけど、クーってやっても、ボルトみたいに抜けないんだよ、なかなか。フーって。結構大変です。で、あとはね、どれ、何これ。あと、エアコンなんだけど、エアコンを買うときのポイントは、1台どれって決めたら、全部同じメーカーにした方がいいですよ。エアコンなくなっても、もう一個の部屋から持ってくればそれ使えるから。ただ、エアコンが一個一個、一部屋一部屋、全然違うやつになると、
リモコン使えないしね、マッチに、大変です。で、あと、私の、知ってる人で、まあ、若い、夫婦だったんで、まあ、ワンルームかな。まあ、部屋が、部屋があったのかな。そこの部屋で山行かなかったんで、1K とかかな。ぐらいの家で住んでたんだけど、奥さんが、旦那がまあ、チャラいやつで、浮気して、奥さん怒って、家出るときに、くっそ真夏の暑いときに、エアコンのリモコン持って家出して、家に帰って、実家帰って、すげえ、そいつ、暑いっすけどとか言って。暑いっすけどとか言ってた。なんか嫌がらせにね、エアコンのリモコン、エアコン切って、リモコン持って出かけると相当な嫌がらせかもしれない。でも可愛いよね、そういう嫌がらせだったら。ずーっと人に取り付いてさ、こいつにしかわからないような言葉をポトンポトンと落としてくる。気持ち悪いやつよりも全然可愛いよ、そういうやつの方が。心が綺麗な人がいいよね。そういうのって、親子末裔まで、多分親も意地悪なのよ。で、それを見て、己も意地悪になるのよ。で、そいつが仮に子供がいたとしたら、そいつの子供もまあ意地悪なのよ。で、相対的にも意地悪一家っていう感じで、もう、なんか、まあ、寂しいでしょうね、そういうのね。やっぱ、性格がいい人って、人相とかも、ニコってしてるじゃん、いい人は。嫌な人に自分からわざわざなるとか、子供もそれを見ちゃうってなっちゃうわけだからさ、悲しいよね。できればさ、いい人になってほしいと思うよ。まあ、自分は心がけるぐらいだけど、じゃあ自分の子供にどういうふうになってほしいですか？はっきり言って、いい人になってほしい。スポーツマンだったら、羽生結弦みたいな人、大谷翔平みたいな人、この人たち二人とも27歳、なんだけど、瀬戸大也とか萩野とかとも同じ年なんですけど、もう、なんかこう、見本、お手本みたいな感じの人だなって思う。なんか人が見てないところで、落ちてたゴミをさらっと拾って自分のポケットの中に入れてさーっと歩いていくとか、そういうの今さ、カメラとかがあるから、スマホとかがあるから、まあ大谷翔平とかさ、羽生結弦とかが何をしようとも一気中みんなが見てるわけよ。その見てるところの一瞬のその行動の美学っていうのかな、そういうことができる子供になってほしいと願いますわ。自分ができるかって言ったら、まあそれを、勝手に自分はこうゴミをポイポイ捨てていて、子供にはこうなってほしいっていうのは難しいから、子供にこうなってほしいんだったら親が手本を見せようみたいな、そんな感じになるのよ。だから自分の志も高く持っていないと子供には伝わらない。どうして子供って本当に親の劣等遺伝子、悪いことばっかり真似するから、でも親の背を見て生きるから、親が一生懸命頑張ってたら子供も一生懸命に育つ。だからまず子供をどうのって前に、やっぱ自分をしっかりしないとなっていうのは思います。で、ダイソン空気清浄機付きファン、これ欲しいんだよ。これでもうちうずらがいるからさ、こんなのすぐに汚くなっちゃうんじゃないのって。あと匂いのやつね、あとこの加湿機能付き空気清浄機、うち加湿する必要全然ないんで。だってこれも買ったよ。なんだかんだ言って私買ってんな、ジャパネット。スピード部屋干し、これは買った。これね、すぐにお釈迦になるからな。ほら、もう熱持っちゃってさ、こんなの部屋に置いといたら、こいつが熱いよ。お前がもう暖房かよっていうぐらい、ストーブですかっていうぐらい、こいつ熱くなっちゃうからさ。で、ここがサーキュレーター、なんだろう、サーキュレーターみたいな感じで、こういう、360度回転したりとかするんだけど、まあ、とにかく熱い。マジに、これの、24時間なんか、こんなのずっとかけっぱなしだったら、もうこいつ暑いからマジに。
なんか部屋干しなんて言ってね、こうやって冷房をこうやってかけてるのに、こいつの送風とこいつの除湿、マジ暑い。おすすめできません。はい。そして、高性能ミシン。私さ、ミシンさ、騙されてさ、ミシン買わされたことあるんだよね。なんかさ、手芸教室みたいなところに、ちょっとなんか興味あるから、ちょっと、あ、何作ってんだろうって、ちょっとこうやって覗いたときに、ミシンのところで、おばちゃんと話してたら、ミシン売らされたのことがあんのよ。あれ、40万ぐらいのミシンだったよ。結構私、そういうさ、変な販売とかに引っかかって、いろんな人にお金払って騙されたことあるわ。なんか変な治療器とかさ、持ってんのよ。まあね、おいおい、紹介できたら、それくらい私いい人なのよ。お金とかもね、一生懸命なんか営業してくると断れなくなっちゃって、ノーと言えないのよ。だから、自分の金のために、ケチ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 してる人の、もう意味がわかんないの。うん。だから、お金なんて、もう今すごいあるかって言ったら、どうなんだろうって。クソ微妙みたいな感じなんだけど、お金なんて働けばなんとかなるじゃんって、なんとか作り出せるけど時間は買えないじゃんって。でもやっぱ許せないことはそこ許しちゃダメだよっていう、そういうことに対して費用対効果とか無視でいくからね私。うん、まあまあ、それができてるから、まあ、よしとしようよ。それ悔しくても、できない人の方が多いんだからさ。あー、これね、東芝スリム。私、冷蔵庫は東芝派なんですよ。で、東芝の場合、冷蔵庫は、冷凍庫がここの下になるんですね。うちの形状とは、これは、14万9000円ぐらいのやつなんで、値段がちょっと安いタイプですね。私のは、2ドア。ここから、自動で焼く2ドアでございます。で、ここが冷蔵で、一般の普通のね、背が高いんで、上にこう、冷蔵のやつがあっても全然問題なくて、ここが野菜室で、その下が、これ、氷。で、ここ、また、切り替えルーム。なんですね。で、ここが冷蔵庫、冷凍庫になるんですよ。下が冷凍庫なんですよ。私、冷凍庫は下向いてしっかり収納したいタイプなんで、この東芝がもともと下が冷凍っていうタイプを一番先に出したんですよ。だからもうずっと東芝愛用してる感じですかね。で、次、コンロ。コンロに関しては、今考えるべきは IH にするか、普通のガスにするかなんでしょうけれども、私はガス派です。結局 IH は料理が、もうなんか作るのが嫌になってくる。火の方が全然いい。やっぱこれはもう昭和の人間だからって言われたらそれまでなんだけど、やっぱなんかここがこう熱くなって、鍋が熱くなってっていうあれがなんかいまいちな感じ。私これもう一軒の家は IH なんですよ。で今ここはガスなんですよ。どっちの方が料理したくなるかやっちゃうかって言うと、やっぱガスなんだよね。ガスならいろいろってところで。で、IH の場合は、おそらく高齢者とか、やっぱり火とかの心配がいらないっていうのがメリットだけど、やっぱ料理の、やっぱりなんか中華料理を IH で作る時代には多分ならないと思う。陳建一がさ、陳建一って生きてるのか。生きてるでしょ多分。勝手に死なせんなよって。うん。なんですけど。あとは、無加水調理パンセット。こんなの。確か私これ持ってる。これ検証で当たった。
無水調理ができる鍋。本当にね、無水調理ができる鍋ってね、本当に無水調理できるんだよ。なんかね、蒸気が出ないようになってんの、これ。すごいよ、無水調理って。あ、これパンじゃないんだね。無水調理パンっていう名前なんだね。これね、結構優秀。外に水分が出ない分、そして野菜から出た蒸気が、こう、滞留して、下に落ちるんで、無水で料理できるの。で、素材の味だけで、何かを煮物とか作ったりとかすると、こう、水、加水して、水でレーって流れちゃう料理よりも、無加水の方が、無水の調理の方が、全然素材の味がギュッとしてて、マジに美味しいのよ。ちょっとびっくりするよ。煮物なんか特に、無水で、やると、ちょっと変わります。野菜が美味しくなります。で、タイガー3号だ希少量タイプ。これはっきり言って、お米の炊飯器のやつは、まあ、だいぶ価格が落ちてきて、まあ、こう、5万とか4万とかなってきて、うちはパナソニックの初期の、新し、なんかすごい高い、十何万ぐらいするやつなんですけれども、はっきり言って、炊飯器でお米変わりますよ。ここケチると、マジご飯まずいよ。うん。どれで炊いても同じでしょって思ってる人いるかもしれないけど、これ7000円ぐらいで売ってる。まあ、これがそうよね。1万1000円ぐらい。まあ、7000円とか1万円以内で、の少量炊きのやつでご飯炊くと、全然味美味しくないよ。マジに。同じものだとは思えない。だったらこんなんで少量炊くんだったら、土鍋でご飯がおすすめです。土鍋でご飯が炊けるようになったら、もうあなたは。で、コンロがね、勝手にね、ピピッとコンロっていうのが今、ほとんどの家はそうなってると思うので、あとは、ご飯炊ける時間って15分ぐらいなんですよ。あとは蒸らしたりとかすればいいだけなんで、10分ぐらいはちょっとそこに行って、なんかもう、まあ、ピピッとコンロじゃないコンロにしても、まあ、10分ぐらい我慢してやれば、そりゃ美味しいのができますわ、っていう。あ、これ、私が愛用してるの石窯ドームとか。これ、ほんと、こういうさ、わーってやる機能は全然使いこなせない。なんだかんだ。なんか、家電の、こう調理家電は、うち、東芝が意外と好き。なったりとかします。シャープのヘルシオとか、すごいなんか、あと、ヘルシオとか、ホットクックとか、そういうのとか、勝間さんの話聞いてると欲しかったりとかするんだけどね。あとこういう真空調理とかね、こんなの置いてたら、家こう、タオタになっちゃうでしょみたいな。あとこれもどうなのよみたいな。これ取り外し可能なプレートコンロ。ああ、これ白化のやつもね、これ検証で当たって持ってる。でも実際これ使ってみて、いちいち煮込みをこんなんで鍋して、もうすっごい量ちょっとしか作れないのよ。お二人様ぐらいの方にはぴったりなのかもしれないですけど、私、作るときもうちょっと量作るので、で、結構ちょっとしか入らないのが、ネック。なんで私家電量販店で働けっかな。テレビは、はっきり言って見ないので、もう基本的な知識しかございません。今も、1インチ、1インチ、1万円から、ここまで落ちてる。すごいよね。55V 型レグザーで9万9000、10万で買えるっていうね。4K のテレビが。すごいね。本当に。私が買ったさ、インチ、でっかいテレビ、1インチ1万だったよ。まだ一応、使えるんじゃないのって感じだけど、DVD とか全然
設置してなくて、基本的に繋いでないんで、テレビ見るときだけこうやって繋いでさ、見てるっていう感じ。最近1週間に1回、ノンフィクションのレビューとかやってるんで、その時にちょっと使うかなぐらいな感じ。だから、リモコンないから、電源入れなきゃいけないとこから始まるから、テレビ見る場合1時間ぐらいから、ワイのワイのやってます。で、テレビは何派かと言いますと、シャープは液晶のね、アクオスっていうのが有名で、で、レクザとかは、プラズマテレビっていうのがプラズマだと思うんですよ。まあ、基本的な考え方からすると、プラズマと液晶と、じゃあどっちの方がお金が、コストがかかりますかって言ったら、やっぱり液晶の方が、高いでございますね。価値はあると思います。今価格がどんどんすごく落ちてびっくりしております。はい。そして、3番組同時のブルーレイレコーダー。いや、そんなにテレビ同時にさ、全部録画してさ、全見きんないから。一番笑えるのが、子供番組録画したやつは、これいいなと思って、録画したやつ、全部録画したまま、DVD を子供にぶっ壊されたっていうね、ここを開け閉めするやつ、見てた時に、もうこれ、こう、ビーってやって、ピーって入るのを、子供が待ちきれなくて、クラッってなんか乱暴にやって、ぶっ壊して、ああ、はい、終わりって感じ。なんか、あと、なんかガイアの夜明けとかさ、なんか経済系の番組とかさ、一通り録画して、後で見よう、後で見よう、後で見ようって、その後絶対見ることはなかった。はい。縁がなかったともしかございませんね。あと、最近360度撮影ドライブレコーダー。これ貼った方がいいかなと思って。ちょっと、もう純正のやつ、と別に、つけとこうかなって。カメラよ。今カメラ、もう片手にもう、スマホは常に私は、4台ぐらい持って、常に録画できるように、常にライブ配信できるように、証拠を抑えられるように、データとかも全部スクショ。オールスクショ。プリントアウトなんてやってらんない。全部スクショで、全部証拠を抑えて、あの時に、あ、こう言われた、その証拠なんで残してなかったんですかって言われることがない分、ないように、細かいことでもスクショ。でもね、スクショさえしとけば日にちもわかるし、それをクラウドで保存してとかいう、それのもう知恵ついたんで、さあもうババアだと思ってさ、ずっと静寂で生きてるわけじゃないんで、もうそのためのお金は最新機種の iPhone を常に持ってるんで、全部スクショで残して、クラウドで残して、クラウドにもお金出して、みたいな。もう絶対何かやられたら、盗撮されたらもう即警察でもう即逮捕してもらいたいって思うし、で告訴もガンガンなんか告訴要件とかなんかこうね満たせるくらいの証拠を自分で持っといて、何がアウトで何がいいのかとかっていうのもね、ちょっともう本当に柴崎コウだっけ、ガリレオじゃなくて、あれは松たか子か。なんかさ、キムタクと松たか子のヒーローとかいうやつがあったじゃん。反省してきてくださいとかいうさ、事務官の役の松たか子みたいに、反省してきてください。いや、でも多分反省はしないと思うんだよ。もうちょっとね、社会問題にして、もうちょっともう重罪。厳罰。もう、それをね、待つしかないね。こう、ちょっと、ごらんって。ちょっと検討。もう、だいぶね、なんか眠くなってきた。あと、イタリア製ソファーカバー。あ、カバーなんだ。私、うちのソファーはカッシーナでございます。このテーブルもカッシーナです。なかなかいいでしょ、この。
石なんだよ。でもうちの実家とか行くともっとなんかヒノキよとか言われたりとかして、これでもこの橋がヒノキとか言われたりとかするんで。あとゴルフクラブね、ほんまゴルフ、あうちねゴルフクラブね多分500本以上あるんじゃないかな。もうあの、何度とかいうなんかところ、何度じゃねえな、もう部屋だな、あのもうこうくくって縛ってある紐で、これくらいのセットのやつゴロゴロあるわ。あのおじさんがあのプロゴルフなんですよ、資格のある、実際にトーナメントとか出てってやつじゃないんだけど、超ゴルフにはまっている、バブリーなおじさんなもんで、もう自分でこれをカスタマイズして組むのよ。自分のあれでどうやって組むのかちょっと分かんないんだけど、なんかあのいろいろ作るんですよ。それこそちょっとマニアックな2番、あのこのウッドの2番のブラッシーとか、あのもういろいろもう作ってくれちゃったりとかすんのよ。多分ゴルフをやればうちのちびすけも相当なんかあのうまくなるんじゃないかなみたいな。どうなんかこうテニスは私は才能ないんだけど、卓球は一番才能ない。でもゴルフはなんとかなってんのよ。まあ今ずっとやってないけど、まあ、82ぐらいではいけんじゃないかなって。まあどうなんだろう。でも基本的なことは覚えてるから多分できんしょうみたいなずっとやってないけど、学生の頃やりまくってた感じですね。これは持ってない。あちょっと待って、私これ持ってるかな。アルヒンコじゃないけど、バイク持ってます、うち。セパネットで買ったわけじゃないけど。これね、こう歩くやつは、これはね、ちょっと購入する、この場所が無理って思って、やめた。で、座椅子はいらない。最近聞こえづらいと感じる方に、補聴器ってどうなんだろう。私意外と耳悪いんだけど、ずっと耳悪いんだけどで生きてるから、もう別にいいよこのままで。相当聞こえなくなったら検討するわみたいな。でもその聞こえ方がどんどん、耳の穴ちっちゃいんだよ私。だから補聴器とかどうなんだろうね。ちょっとまたワンランク上の世代だよね。ワンランク上だよね。これさ、あとはっきり言ってさ、ヤーマンのオンラインでさ、6万3、特別価格、非課金が6万3800円で、ここでスコンってさ、2万円以上引いてあったらさ、はっきり言ってヤーマンの株主優待いらなくね？これ、全身の無駄毛のやつ。あ、これ、リファ持ってます、これ。リファ。持ってます。これすごいね。いいよ、これ、たまたま。なかなか、でも顔ってね、あんまりね、ゴリ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 いじんない方がいいっていうのも聞くんだけど、なんせでも飽きちゃうんだよな。飽きちゃうの。あと、今興味があるのは、私時計はね、意外とこだわりを持ってまして、カシオとか、こういう1万2万とかの、こういう時計あんま好きじゃないの、シチズンカシオとか。持ってるのはグランドセイコーっていうやつの、まあ、80、90万ぐらいかな。100万はいかないやつのグランドセイコーとか、あと、まあ、ロレックス好きで、で、バーだからさ、右にも左にも欲しいって言って、右も左もロレックスをつけて、こっちもこっちでも安いじゃんみたいなことをやったら、すごいボロカスに成金みたいでキモいかなんか言われてやめた今はもう何も必要ない。スマホがあるから時間もスマホでわかるじゃん。とか時計つける習慣がないから、時計でチラ見させて、あこいつって思われる
機会がなくなったから、さらに貧乏こじきって思われるんだよ。チラ見して時計がロレックスだったら、映って黙るところをさ、黙らせどころもなくな、失ってしまったっていうさ。だって靴とかも、いい靴履いてたりとかしてたんだけど、なんかまあそうでもいいやみたいな感じで、あまあ、ナイキの靴とかは、はっきり言って、ナイキは細い、こう足にぴったりなんで、アディダスとかアシックスかな、アシックスのやつで、まあ、それなりのこう、高い価格の靴を履いてても、まあ、ジジイとかには普通の運動靴に見えんだろうなって。もう、がっかり、本当に物の価値のわからないやつ。これはちょっと風呂掃除コードレス電動ブラシとかいいかな。でもね、こういうものに限っていいかなと思っても充電が結構効かなかったりとかするんだよ。この間私、ヤーマンで、なんか歯磨き、チッチッってやる水が出るやつ、あれ買ったんだけどさ、あれいまいちだった。もう全然水はビーって出てくるし、水の勢いがチッチッっていう、あの、チッチッじゃないんだよ。ぜーって。蛇口から漏れた水みたいにこんなんだったらいらんわっていう感じ。もうちょっとしたなんかも全然取れないしね。あ、おしゃべりゲームで遊べるドラえもんと一緒。僕ドラえもんでしょ。はい、次。小型蓄電池モバイルバッテリー。私はさ、YouTuber の人に弟子入りしたいね。配信者に。どうやって、そんななんか、図充電とか持ってんのとか、どうやってこんななんか7時間とか携帯でやってんのとか聞きたいね。どうやってんのか。あと金庫ね。金庫の中にさ、大事なもの入れたらさ、金庫持ってかれて終わりじゃんっていう。なんか素朴な疑問で、防災のこれはさ、非常時の必需品って言って、毎年9月にみんなやれるなって、よりどり3点で19,980円、何が欲しいですか。これはね、で次、これはね、ない。これもね、ない。基本的にあんまり物欲ないんでね。これもね、ない。3万円ぐらいになったらちょっと欲しいかなっていうのが出てくるかな。ウイルス対応空気清浄機とか。たりとか、あとはなんか出てきたでしょ、布団かなんかが。あ、最近さ、私の YouTube のとこ、あ、おせち一段が入ってる。YouTube の広告でドクターイエローのデザイン時計っていうのが出てきて、それちょっと欲しいかなって思ってたりとかします。水ね、水はね、たぬきありません。水の私さ、あ、福山雅治だ、かっこいいな、これ。なんか僕、もうちょっといいさ、写真ないのかな。水も騙されたよ、水の業者に。ウォーターサーバー置いたりとかもしたりとかね、まあ、一通りのことやって、なんかこう、もう一周回って、まあ、いっかみたいな、落ち着いてるっていう、そんな感じでございます。ということで、今回はジャパネットのね、カタログ、ちょっとこれ購入の参考になったんじゃないですか。どうですか、ジャパネットカタログ解説。ご意見をぜひよろしくお願いします。